簡単にお名前言っていただいて、自分の一押しのサイト、そしてなぜそれを一押しだと思うかっていうのを理由を説明してください。別に一つでも二つでもない、ただあまり長すぎるとあれなんで、一人大体長くても、2分以内のお願いしてください。じゃあちょっと待って、今画面出してますから。どうぞ始めてください。マイクボタン押してもらって、真ん中の赤いやつ。ジェイク・カンソンと申します。一応おすすめのサイトとしては、これは自分のゼミで使ってるやつなんですけども、総務省のここ の, 情報通信白書っていうのを見たら、ICT の活用して、それで経済 の, 成長がどうちゃらっていうのを言えるので、個人的にはIT 系の方にはいいんじゃないかなと思います。以上、はい、ありがとうございます。じゃあ、次の方。何でもいいよ、全然何でも。新谷亜美です。おすすめサイトなんですけど、ちょっと暇なんで、面白いサイトを見て時間潰してます。で、なんでここ選んだ。おすすめサイト聞いてたら出たんですけど。あ、そういうことですか。まあそれもありか。はい、ありがとうございます。じゃあ次、あ、隣に渡してくれる。はい、はい、岡田と申します。僕が紹介するサイトはこのギガジンというサイトで、このサイトはこの IT 系のものから、このアニメ、それにこのハンバーガーなど様々なもの、他にはこのレゴでカメラを作ったとかいう面白いものまで様々紹介しているので、楽しめると思ったんで紹介させてもらいました。はい、ありがとうございます。レゴで作れるんですね。じゃあ次。加山和之です。これは三田市でバイトを探すときに、ここが結構便利で、紙媒体のやつはよく見かける人もいると思うんですけど、インターネットでも見ることができるやつなので、バイト探してる人はいいかなと思いました。これ三田に限定で、あ、ごめんなさい、三田限定ですか、これ。いや、全国じゃなくて、三田の近くだと思います。京都、あれ、要するに神戸の北部とか、そんな感じですね。そうですね。はい、だそうです。はい、次は福井君かな。はい、ちょっと出たら言ってくれますか、画面が真ん中に。はい、福井です。あ、大きい。まあ、定番のね、もうギズモードっていうサイトが僕おすすめです。なんか日本語、これはギズモードジャパンって言われてるんですけど、いろんな言語のね、なんかバージョンでかね、あれもあるみたいで、世界中のスタッフがね、このブログを作ってるみたいで、ほんまにいろんな幅広いね、情報があって、見るだけで楽しいです。何がメインですか、これ。何をメインに扱ってるの。メインはなんかそういう、ね、ガジェット系のニュースがメインですかね。あ、ニュース系ですね。ニュース、電子系が多いの。まあ電子系、そうですね。さっきのギガジンとかと、なんかもうちょっとそうですね、そういうガジェットよりのブログですね、これは。あ、すみません、ガジェットって、皆さんに分かるように、ちょっと分かるように。ガジェットって何。機械ですだそうです。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次行きます。高松くんかな。はい、あ、こんにちは。高松直哉です。
僕は歌が好きなんで、J トータルミュージックっていうあのちょっとサイトを紹介したいなと。これは、まあ、歌詞検索がまあ主な使い方なんですけど、まあ、それ以外にも、うん、あのちょっとまあラバーザーゲインちょっとクリックしてみるとこんな感じで、まあ、あの音楽やってる人には分かると思うんですけど、あのギターのコードが書いてあって、まあ、これで見ながら、まあ、自分で自己満で弾き語りできるっていうサイトなんで、まあ、音楽してる人にはおすすめです。はい、はい、ありがとうございます。これなんか優れもんですね。じゃあ、大本くんですか。はい、理工学部の大本です。僕がおすすめするサイトはこの洋楽歌詞検索のチューブ、ちょっとこれなんかなんていうのか微妙なんですけど365っていうサイトで、これなんでこれがおすすめかって言ったら、普通のなんか歌詞検索サイトだったらなんか歌マップとか有名だと思うんですけど、それだったら洋楽の歌詞ってたまに出ないのが多くて、でこういう洋楽に特化してるやつだったらそういう自分が知りたいのとか出てくるんで、洋楽よく聞く人だったらこのサイトがいいと思います。はい、今のこれ関連してると、ね、テニスね365って書いてあるんですよね、サイト。なんか1年っていう意味があって、それはなんかそのテニスを一緒に楽しむ人を見つけてくれるっていうサイトがあります。あと 7 days a week とかね、1週間7日間とかなんかそんな話にも多分通ずるのかななんて思いますが、じゃあ次、山田さん行きましょうか。はい、山田です。私はサッカーがすごい好きで、ヨーロッパのサッカーが好きなんで、ここのゴールドットコムっていうのがすごいいいと思います。はい、ゴールドットコムってあれですか、全世界の言葉であるんですか。これあのスラッシュ JP って入ってますけど、いろんな国の言葉があるんでしょうか。はい、そうです。だそうです。はい、ゴールドットコム皆さんチェックしましょうね、ゴールドットコム。はい、では次、宮脇さんいきましょうか。はい、ちょっと待って一応出しますんでメディア情報学科の宮脇です。私のおすすめサイトは NHK ワールドといって、日本のニュースを英語で動画で見れるサイトで、そのサイトのいいところはその言ってる言葉を全部右側に英語で表示してあるので、教育とかのリスニング対策にいいと思います。この原稿は全部、動画の原稿は全部これでダーッと流れてるんですね。そうです。はい、これは優れもんですね。NHK ワールドイングリッシュ。皆さんチェックしましょう。はい、では次、小西さん、小西くん。はい。理工学部の小西です。僕がおすすめしたいのは Google Chrome で、皆さんウェブは絶対使うと思うんですけども、まあ、ウェブブラウザの中で Google Chrome が一番いいと思って、まあ、それは特にスピードが結構速いと思いまして、まあ、普通のインターネットエクスプローラーとか Firefox よりも十分速いと思うので、あとまあシンプルで全然使いやすいと思うので、僕はこれをお勧めしたいと思いました。はい、ありがとうございます。これ結構軽いですよ。古いパソコンでもね、古いパソコンにエクスプローラーでいうと結構重たくて動かないんですけど、 Google Chrome は非常にサクサク動くんでね、ぜひ皆さん試してください。じゃあ、その上に上がりますけど、新子さん、荒子さんっていうのかな、新子さん、それで新しいって読むの、新しさん、すいません、新しさんって読ませそうです。アニメのいっぱい見れるところで、まあ、暇な時見てます。サイトの名前アニメスクープっていうんですか、これ。あ、そうですね、はい。これ違法じゃないの。それは分かんない。分かんないだそうです。要は見れない時があります、削除されてるとか。ああ、分かりました、まあ、グレーゾーンですね。はい、じゃあ次、橋本さん、はい、はい、行きます。理工学部の橋本です。情報工学科です。僕は、そうですね、就職活動を行った上で、このみんなの就活日記っていうこのサイトで日記、
その仮面を使った人 の, あの会社の日記であったりとか、例えばこのパナソニックの日記をこうクリックすると、このあのこういうふうに仮面を使った人 の, この例えば、エントリーの方法のこういうふうにしたらいいとかっていうのを情報を得れるんで、非常に活用してました。以上です。はい、これはあれですか、登録は何、自分でちゃんと実名登録しないとダメだとか、それから普通に誰でもポッと見れちゃうとか、どっちなんですか、ね、はい、何ですか。いや、ごめんなさい、すみません、 ID とかね、取得しないとダメとか。あ、そうですね、あ、一応これなんか楽天 の, あの会員の人だったらできるみたいな感じのあれなんで、あ、そうですね、楽天とかいけるように。なるほど、そうすると楽天のカード情報ってことはあれですよね、あの、もしかしたら将来的に実名が流れる可能性もあるってことですよね。いや、実名が流れる可能性があります。ちゃんと登録して、ちゃんと、あの、プライバシーに基づいてあれでやってるんで。いや、さっきのソニーの例もありますけど、まあ、そういうことが、事件が起きちゃったらね。ああ、そういう可能性はあるかもしれない、ね。まあ、でもまあ、それだとあれですけどね。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。もう一人。じゃあ今度、あれ、橋本君二人いるんですかね。もう一人。もう一人の話です。はい、どうぞ。メディア情報学科3階の橋本です。僕のおすすめサイトは佐藤柏っていうデザイナーの、サイト で結構街中で見たことあるようなデザインが意外とこの佐藤柏っていう人のデザインやったりして、なかなか面白いです。例えばこれでユニクロとか押したら、街中でこんなんあるよみたいな、このデザイン佐藤柏だったんやっていうのが、分かるんで結構楽しいです。以上です。はい、この人デザイナーですか。デザイナー、はい、そうです。おお、面白いですね。これ楽しいですね。はい、分かりました、ありがとうございます。では、ちょっと前に行って、熊野さん、牧野です。あ、牧野さん、ごめんなさい、ちょっと牧野さん、すいません。はい。理工学部牧野圭一です。僕が紹介させてもらうのは、英語っていう英語辞書のサイトで、ここだったら、熟語のを調べるときとかも結構簡単に、今映し出してるように結構簡単に調べることができるんで便利で使っています。以上です。はい、翻訳機能はないんですか、これは。あくまでも単語の検索、このアルクさんの。あ、そうです。基本的には単語と熟語の検索です。はい、単語と熟語の検索だそうです。結構でもいいですね、これね。私も使う。アルクの何？EOWARC.COJP だそうです。A 次郎ね。はい、じゃあ辻本君ですか。はい。はい、辻本直哉です。僕が一押しのサイトというのはジャパスコープものです。以上です。はい、ぜひね、多分総合政策部の学生さんもいるんで、あとプログラミングもちょっとその得意じゃない人も何かいると思うんでね、 Java の素晴らしさをちょっと簡単に説明してあげるとありがたいんですけど、なぜ Java がいいのか分からへんで結構ですよ、ぜひ。ちょっと僕もあまりいまいち分からないです。あ、そうですか、分かりました。Java ってね、非常に、ね、軽いんですよ。軽く動いて、あまりリソースを使わないんですよね。ですから携帯電話とか古いやつとかだと性能があまり良くないんで、あまり大きいアプリケーションとフリーズしちゃったりとかするんですが、Java はね、サクサク動くで、あまり OS に依存しないんで、結構ね、いろんなところで使えてますんで、Java 勉強しておいても損はないかもしれないですね。はい、じゃあ次、川端さん行きましょうか。はい。工学部情報科学科の川端和也と申します。僕が紹介するのは就職情報サイトのリクナビです。私も現在活用しております。以上です。はい、リクナビがなぜいいんですか。
なぜなぜリクナビがいいの？めちゃくちゃ検索できます。ああ、めちゃくちゃ検索できるそうです。あのまあね、なんかリクナビすごいですね、あの宣伝してましたね、新聞とかでもね。なんかむちゃくちゃ検索できるそうです。はい、では次中西さん行きましょうか。はい、あ、理工学部3回の中西です。僕の紹介するのは、アンドロナビっていうサイトで、最近スマートフォンに変えたんでアプリとかちょっと探すのに利用してます。以上です。はい、これ Android 用のアプリケーションの、ダウンロードサイトっていう理解してもいいでしょうか。そうです。はい、Android ナビっていうのがあるそうです。ぜひ皆さん、あの Android 持ってる人は、ぜひあのやってください。次は入間川さんっていうの。入間川です。入間川さんですね。はい、お願いします。理工学部のイルマガです。自分エレクトーンやってまして、でこのプリントクラブっていうのが、まあ、手っ取り早く安く学部が買える公認のなんか会社だそうです。以上です。はい、ありがとうございます。これなんかあのうちの娘もなんかエレクトーンやってるんですけど、あれですか、音源もなんか USB に落とせるとかそんな感じですか、それか楽譜だけですか、これは。なんかあんま楽譜だけですね。セブンイレブンとかでも楽譜手っ取り早く買えるんで楽勝です。ああ、楽勝ですね。わかりました。プリント楽譜というね、サイトがあるそうです。これはちょっと私もちょっと見てみようかな。はい、増田さんどうぞ。はい、理工の増田です。僕のおすすめするサイトはナイキ IT っていうんですが、まあいろいろオーダーメイドで靴の色を変えるとかなかなかないと思うんで、まあ、このサイト簡単に色を変えれるんで、まあ、便利だと思います。以上です。はい、ちょっと若干話余談になるんですけど、皆さんナイキエア の CM 見たことあります？すごい物議醸し出したんですけど、みんながねフルチンで走ってるんですよ。軽いとか言って肌願望のおじさんお姉さんがナイキエアっていう靴だけ履いてなんかね、野山を駆け巡ってるね CM が多分 YouTube アップされてるんで、後でこっそり見ておいてください。結構ねこれ無修正でドーンとこう出てたんで、また家でこっそり見てください。結構ねナイキもなかなかそういう面白い CM 流したりとかしてるんで、多分これもなんかすごく色変えたりとかできるんですよね。これもなんか昔ねこの手のやつはマツダでやってたことがありますね、車のね話を。で次、橋本くんですか。はい、理工学部の橋本です。自分がおすすめするサイトは Google のリアルタイム検索といって Twitter のツイートを検索することができて、でこれ今ソニーで検索してるんですけども、さっきのニュースで、みんなめっちゃツイートしてるんで、この右側のタイムラインでもそのグラフでどれぐらい一気にツイートされたかっていうのが分かったり、例えばスポーツだったら、今アメリカで試合してるんですけども、マリナーズで検索してもらったらその試合してる時間だけツイート数がめっちゃ増えたりするのが面白かったりします。はい、ありがとうございます。これあれですか、Google となんか Facebook なんか悪いですよね、なんか情報出てこないとか言って、で Twitter とは仲いいんですか Google は。最近なんかできた検索システムなんであまり詳しくは知らないんですけども、ツイッターの公式サイト上でツイートを検索するよりも、断然違う数が検索されるんで多分仲はいいんだと思います。はい、ありがとうございます。ね、最近あれですよね、Google のこのサーチエンジンのこのね真ん中のこの画面に例えばあいうえおとか入れるとダーッと文章出てくるんで、ワープロのねなんか時々イライラしましたね、ワープロの人バカだなと思う時あるんですけど、それで出てこない感じは全部この Google のここに入れると出てくるんで、まあ、先ほど Chrome って話ありましたけど、すごいすごい機能持ってますよね Google さん。一応こうやって褒めますっていうかあれですけど、じゃあ次さぬきさん。はい、さぬきさんお願いします。徳島の出身とかそんなことはないですよね。違います。いや、さぬきうどんのさぬきかななんて思ったりしたんですけど違いましたね、すいません。どうぞ。すごい普通ですいません。理工学部のさぬきです。
私は毎日アメーバブログを見てます。なんか雑誌とかやったら 2,3 冊しか買えへんけど、これやったらなんかあれです、いつも買わないギャル雑誌のモデルさんの情報とか知れたりするんで、メイク方法とか、あと雑誌よりも先にお店の展示会の新作とかが知れるんで、情報が早くって好きです。であとなんか個人名で計算しなく、あ、計算じゃない、検索しなくてもランキングが出てるんで、これで見たりしてます。以上です。はい、ランキングって何のランキング？なんか総合アクセスと、なんかその人自体に人気がなくても、内容がみんなが食いついたやつだったらそれで検索できたりして、まあ検索のされてる回数が多いと上位にランクされたら、そういうシステムですか ね、 すね、流れとしてはね。はい、はい、ありがとうございます。はい、では次、新井さんお願いします。はい、出しますね。はい、あ、兄さん、すいません、失礼しました。私がおすすめするサイトは、ファストファッションで有名な H&M のサイトです。なんか、面白いものがあって、この人に着せ替えができるものになってます。結構これで時間潰せるので、みんなもやってみてください。アクセサリーつけたりとかできるとか、そういうことですか？はい。あ、右のアイテムをこう持ってきてこっちにくっつけるとか、そういう感じなんですね。はい、はい、ありがとうございます。みんな考えてますね。はい、じゃあ今度前の方に行って、松山さん。はい、国際政策学科3回の松山と申します。私はラジコ、スマートフォンとか iPhone とか持ってる方はご存知だと思う、アプリがあるのでご存知だと思うんですけども、例えば家に電波、ラジオの FM 電波とかが入らない人は、ラジコでラジオが聴けるんです。でパソコンでも聴けるので、電波の入らない人におすすめです。はい、ありがとうございます。あ、隣に渡しておきます。これ多分ね、ラジコっていうのは一番いいのは、海外でもね、日本のラジオを聴けるっていうのは嬉しいですよね。で、あと、今回もその震災がいろいろとありましたけど、やっぱラジオはね、やっぱりいろいろと意味で重要な働きをしてるってことを改めて見直されたんで、ぜひ皆さん、スマートフォンお持ちの人は、ラジコ、アプリケーション入れといてください。 FM 心とかいいですよ。英語学の勉強になりますからね。 76.5MHz っていうんですかね。はい、では、中野さんいきましょうか。はい、私のおすすめ、総合政策学部国際政策学科の中野幸子です。私がおすすめするサイトは TED というもので、世界最高峰のプレゼンテーションを見ることができます。でビル・ゲイツとか、あと最近流行ってる白熱授業のサンデル教授とかのプレゼンテーションを見ることができて、自分がプレゼンする前にこう有名な人とか、自分がプレゼンする同じようなトピックのプレゼンを見てから電子トレーニングをしてプレゼンをすると結構いい感じにできたりもして、すごいおすすめです。ぜひ見てください。お願いします。はい、ありがとうございます。これ TED はね、去年かな、私ブログに書いたんですけどね、サウジアラビアから男の子来たんですよ。で彼が結構ね、面白い映像を作ったんで、またちょっと後でちょっとご紹介しますね。ちょっと時間、後ほど。結構これいけてますよ。いろんな面白い情報が載ってますんで、この辺は多分ね、うちの学部だと多分ポール先生あたりがね、結構詳しい可能性がありますね。はい、さくらまさん、お願いします。はい、総合政策は国際政策学科のさくらまさくです。私がおすすめするサイトはソーシャルミュージックサイトのジャンゴっていうサイトなんですけど、このサイトはなんか好みのアーティストの名前を入力したらステーションっていうものが作成されて、曲が今もかかってると思うんですけど、なんかその自分の入力したアーティストだけじゃなくって、それに似た系統のアーティストの曲も勝手に流れ始めて、で評価ボタンがあるので、自分が好きじゃなかったらもう流れないって設定できるし、好きだったらもう少し流してほしいっていう風になるんで、最終的に自分の好みの曲ばっかが
流れるようになります。で、PV とか可視検索もできるし、あと普通だったらこの画面上切り替えたら音楽止まるんですけど、音楽は途切れないので作業しながらとかも使えるのでおすすめです。はい、ありがとうございます。あ、ちょっと待って、ね、今のね、テッドに関連して、ぜひ皆さんあのちょっと画面切り替えますが、私のブログのねアドレスを差し上げます。あの上にブログズ松村スラッシュ2010-0622スラッシュ2435って言ってありますか。これテッドのね略がテクノロジーエンターティメントデザインだって。でこれに関しての講義をね、去年やったんですよ。で、社会講学去年は2コマ目だったんで、もっと大きな教室でやってたんですけど、英語を使った参加の授業を行いますよというサウジアラビアからの英氏に登場いただいて、英語での参加型の授業をやりました。これね、あのぜひまたあのここにあのファイルいくつか YouTube アップしてますから、またぜひ見ておいていただけたらと思います。私のブログでいうと6月22日あたり の, あのブログに、入ってますんで、彼なかなかかっこいいですよ。あの多分この前後にね彼の写真も入れてあると思うんですけど、また見ておいていただけたらというふうに思います。じゃあちょっと切り替えます。じゃあ次ね、桜間さんの次が田川くんですかね。はい、どうぞお願いします。理工学部情報科学の田川です。僕は旅行によく行くんですけども、その時に、できるだけ安い旅行のプランを立てたいっていう時にいつも使ってるサイトがそのトラベルコさんなんですけども、いろんな、旅行サイトの値段を比較して安い順にこうやって表示してくれるサイトなんで、すごいプランが立てやすいんで旅行行く人にはおすすめです。はい、ありがとうございます。なんかあのメーリングリストでねすごい安い、情報を流してくるところもある。今ちょっと後で探してまた皆さんにちょっとあのまたあの お伝えしますね、これに関連する形で。田川さん、次地蔵さんとしたのかな、ちくらちくらちくらさん、土くら、はい、でもこれちくらって書いてあるよ、これ土って読むんです、あ、土って読むの、土くらさん、あ、すみません失礼いたしました、土くらさんです。はい、お願いします。理工学部情報科学科の土くらです。私が紹介するのはヨシネットというサイトで、私も、就職活動中でして、各企業の面接の内容とかエントリーシートの締め切りとかエントリーシートの合格例とか出ていて大変活用しています。以上です。はい、ありがとうございます。ちょっと今の先ほどのね、土倉君の前に旅行情報をいただいた方がおられますが、私の一押しの旅行サイトを皆さんに、ご紹介します。トラベルズーって言っていただけますか、真ん中出てますけど。で、トラベルズーっていうね、プロが厳選するおすすめ旅行情報っていうのがあって、今週のトップ20とピッと叩いていただくと、あのメーリングもね、あの登録できるんですけど、あの6500円の 71% ディズニーオフィシャルホテルとかさ、海いちごの和風ホテル1泊2食7000円アワビほか特典とかね、結構安いですよ。燃油代込みニューヨーク5日間、99,800円、なんかこんなの行ってみたいですよね。まだ間に合うゴールデンウィーク広島2日間ツアー2万円お得とかですね。これあのメーリングリストもあの登録できるんで、結構いけてますよこれ。あのちょっとね、あのその辺なんかあの暇がポッとできて、ちょっと行ってみたいなって時にはこれぜひあのおすすめですので、皆さんあのトラベルズあまり教えたくなかったんですけど教えちゃいました。まあこういうものがあるということですね。では土倉君の次が澤田君ですか。いきますよ。はい、どうぞお願いします。理工情報科の澤田です。僕はゾゾさんを進めたいと思います。服とか写真で確認できて普通にこの家に届けてくれるんで便利だと思ってます。以上です。
はい、ありがとうございます。これはなんか昔から人気ですよね。なんか若者のファッションなんですかこれって。 どういうサイトなの。あ、ごめんなさい、マイクちょっと皆さんに聞こえるようにすみませんが、いろんなメーカーっていうか、何やろ、ブランドの服を買えるとこです。はい、あ、まあアパレル系ですね。アパレル系がメインっていう感じですね。はい、ありがとうございます。日本最大級のファッション通販サイトとなってますね。はい、近いさん、はい、お願いします。工学部近いです。私は日本野球機構オフィシャルサイトというサイトを進めたいと思います。このサイトは、今の速報だけじゃなくて過去の、成績とかも詳しく知ることができるというところがいい点だと思います。以上です。はい、ありがとうございます。なんか戦略とかも組めそうですよね、こういうのあるとね。わかりました、ありがとうございます。野球好きにはたまんないサイトだそうですね、これね。お金はどこから出てるんですか。野球機構から出てるの。この運営資金ってどこから出てるんですかね。広告かな、読売新聞かな、スポンサーですかね。スポンサー、うん、まあいいですよ。まあそういうね、例えばこういうサイト皆さんご覧になった時に、このサイトを運営しているスポンサーってどっか出てくるのかななんてのをちょっと考える癖をつけられると、世の中がね、よりもっと複雑に見えてきました。複雑っていうか、いろんな視点に見れるんじゃないかなと思うんで、ぜひまたね、これ調べてもらってもいいですよ。これ なんでこれが、どうやって成り立ってるかみたいな感じでね。はい、じゃあ次尾崎さんいきましょう。はい、理工学部情報科学科尾崎淳二です。私が紹介するのはナビタイムというなんか時間を検索するみたいなサイトです。じゃあ私も父クラ君と同じように就活をしていて、電車で迷う時があるんですけど、これで調べれば一発で済むので非常に便利なサイトです。以上です。はい、まこれに関してナビタイムがですね、パイオニアと裁判したって話知ってます？最近まで。パイオニアがね、カーナビゲーションのカロッツェリアってブランド持ってますよね。で、ナビタイムが持ってるその要するに道順を案内する方法が、そのカロッツェリア の、特許を侵害してるとかって裁判したんですよ。で、結局どういうことかっていうと、カーナビ業界対そのスマートフォン業界 その道順案内 の戦いだったの。要するにどういうことかっていうとね、車のカーナビゲーションってシステムありますよね。あれってやっぱ何十ね、今ずいぶん安くなってコンパクトなやつありますけど、ね、4万円とかのあります。普通やっぱ15万とか、ね、20万近いお金したんですよ。でも今世の中みんなが、ね、iPhone 手元に持つようになっちゃったから、何が起きたかっていうと、もうね、そのカーナビをねつける人がいなくなっちゃったのね。で、そうするとカロッツェリアっていう会社にとってみれば存亡の危機ですよ。なくなっちゃうわけですよね。だからそこで裁判を起こしたんですよ、彼ら。要するにそういう特許侵害してるとか言って。ですから、パイオニアとそのカーナビで一回ちょっと検索してあげると、多分ね、その裁判のいろんな記録が出てくると思うんで、まあビジネスモデルのね、そういう特許侵害の話って昔からよくある話なんで、ぜひ興味ある人は一回調べてみてください。じゃあ、尾崎さん、この脇田さんですね。はい、お願いします。はい、人間システムの脇田正樹です。僕が紹介したいのは旅してというサイトです。このサイトは世界一周をしている人の活動日記みたいな感じで、行ったところの写真とかが見えて、すごい暇つぶしになります。以上です。はい、これ個人でやってるんですか、それから何人かのいろんな世界一周してる人たちの情報を集めてるっていうんでしょうか、どっちでしょう。個人でやってて2人旅してる人なんですけど。へえー、すごいですね。そんな人がおられるんですね。ぜひ皆さんこれまた見てください。
はい、秋田さんの次は石川さん。はい、行きます。はい、お願いします。理工学部の石川です。僕がおすすめするサイトはサッカー講座という講座というサイトで、このサイトは初心者の方に、初心者向けでとても分かりやすく書いていて、サッカーの基礎が詳しく書いて、とても見やすいので、小学生とかを教えるときにちょっとこれを参考にしたりとかもして、とても、まあサッカーをしたいなとかいう人には進めたいなと思っています。以上です。はい、ありがとうございます。なんか面白そうですね、サッカーのね、分かりやすいホームページみたいな感じで、なんかこんなものが他にテニスとかね、なんかスキーとかなんかいろんなものが出てくると、結構面白い展開があるかなとは思います。はい、じゃあちょっと、右斜め前にいて田口さん、田口くんですかね。なんかその田口くんの隣がなんかこれ電源つけっぱなしなのかな、なんか名前が出てないですけど、まあ、田口さん、お願いします。はい、はい、ですね、僕が紹介するのは、迷ったんですが、じゃあ先に、あんまり、非合法ではないと思うんですけれども、これは、会員しか、アクセスできないサイトを、アクセスできるようになるサイトです。これは、それは、それでですね、会員しかない、もう一つは、それで、もう一つはこれなんですけど、ここは一つクリックするだけで、メール、自分のアドレスを作ることができるサイトです。詳細は、ここを見たらもう分かるかなと思います。以上です。はい、ありがとうございます、ね、面白いですね、これもね、スーパーメイラーっていうの。はい、いろいろとそのフリーなアドレスを使いつつ感覚でご利用いただくことができますよっていうものがあるそうです。はい、ありがとうございます。では三浦君ですか。はい、お願いします。メディア情報学科の三浦です。僕がおすすめするのはセイムーブっていう、YouTube みたいなサイトなんです。暇つぶしにどうぞ。はい、これどういう特徴がありますか、これは。特徴といっても、YouTube と同じように動画が投稿型のサイトで、普通に動画を見れるっていうので、いろいろ、流れてるんで、見て暇つぶしにはなると思います。あれだ、ニコニコ動画みたいなもんですかね。ニコ動とはまた違う。YouTube とニコ動足してみて割った感じ。あ、そういうことですか。わかりました。だそうです。はい、ありがとうございます。ね、最近ニコニコ動画時々見てますけど、ちょっと危ない映像が流れてますよね。なんかそのうちなんかあるんじゃないかなと思うんですけど、松浦君行きましょうか。はい、お願いします。情報科学科の松浦周平です。僕がおすすめするのはユーストリームです。スマートフォンでも、アプリで、見れるので、出先とかでたまに暇つぶして見てます。自分でライブ放送とかしたことあります？ちょっとまだないです。照れくさい、やっぱりちょっと。地震が起きた時とかは NHK とユーストリームをすごくお世話になりました。あ、そういうのがあるんですね。はい、ユーストリームぜひ皆さん、アイコンかなんか普通にもう標準で入ってるんですか、ユーストリームね。アプリ入ってない？ね、入ってますよね。これ非常に すごいことですよ。リアルタイムに自分で番組作れて報道できちゃうっていうね、そういう優れもんの、そのものがあります。はい、では松井君お願いします。はい理工学部情報科の松井裕樹です。私が紹介するサイトは第一学習者のサイトで、名前は知っていると思うんですが、主に教材案内や中学校高等学校対象のものが多いんですが、中にはちょっとここにあるみたいに学習指導要領なども載ってて、
教職科目を取ってる私としては学習指導要領で新旧対象表っていうのがあってこういうふうに今使っている文と新しい文を比較して表示してくれるので指導のレジュメとかを模擬授業で作成するの時とかなどに活用しています。あとはなぜかお楽しみツールというのがありまして、同じサイトの中にこういうふうに、よいしょ、こういうふうに阿弥陀仏をすぐに作って使えるみたいなツールがあったりするので面白いなと思いました。以上です。はい、ありがとうございます、ね、学習指導要領今年から随分変わったんですよね。ゆとり教育がねちょっと終わりになっちゃって結構ねいきなり現場の学校の先生方もすごい悩んでおられるみたいでこれは非常に強烈なツールになるんじゃないかなと思います。はい、酒井さんお願いします。はい、はい、理工学部情報科学科の酒井雅史です。私が紹介するのは例えばこのようにリンクがあったとしてその先が何かわからない怪しい時にそのリンク先を調べれるウェブサービスです。アドレスを入力して調べるを押すと、そのサイトのスクリーンショットが表示されるので、まあ、このちっちゃい画像で表示されるのでもしちょっと怖い画像があったとしてもちっちゃいので精神的に傷が少なくて済みます。で、すごいですね。 IP アドレスも分かっちゃうんですね。ちゃんと、はい、詳細を表示してくれて、まあ、あとウイルスチェックとかも軽くしてくれるみたいで、そういった危険性を調べる意味でもいいサイトだとは思います。あ、これはすごいですね。なんていうサイトですか。これアギウスですか、ね、アギウスドットっていうサイトだそうです。これぜひ皆さんチェックしてください。この IP アドレスっていうのはここに出てきますけど、皆さんがよくねこの名前チェックしてるでしょ。この YouTube とかなんかそういう名前は実はこの IP アドレスとリンクを貼ってる機関があってでね紐をつけてるんですよ。ですから多分このアギウスっていうサイトはその情報から逆引きして、この名前がどこの IP アドレスと登録してるかみたいな感じの仕掛けになってんじゃないかなっていうふうに思います。実際はこういうふうに飛びます。あ、そういうふうに飛べるわけですね。これはいいですよ。この素晴らしいですね。 iPad 2って何がいいんですか。 iPad で比べるとなんか昨日かな発売ですよね。昨日か今日発売ですけど、ぜひとも欲しいところですけど何がいいの。何でしょう。映像の処理の性能が随分上がってるようで、あ、主にスペックの方でちょっと聞かれてますけど、ということですね。はい、ありがとうございました。皆さん iPad 2ね、昨日発売だそうですよ。じゃあごめんなさい、今松井君行ってもらったっけ。あれですよね。あれ今度次は酒井まで終わった。酒井さんまで終わったら高橋君か、すみません。はい、お願いします。はい、理工学部情報科学科の高橋です。見たいニュースとかネタ用意してたんですけど言われちゃったんでアンサイクロペディアを紹介します。ウィキペディアのアホなバージョンで例えば、まあ、いろいろあるんですけど、ニュースリストとかのウィキペディアに載っているような情報じゃなくてちょっとちゃけた情報載ってる危なことにすごい力を入れたデータベースです。以上です。はい、これはあれですか、日本だけ、それから世界的に展開されてるの。発祥はどこだろう。日本かな。日本、あ、いやでも言語は、あ、すごいな、言語こんなにあるんだ、すごいですね。じゃあ世界で出てきて日本バージョンが出てきたっていう感じですかね。いや
何でしょう。最初は多分日本だと思います。あ、日本ですか。はい、はい、アンサイクロペディアってね、なんかよくわかんないあれですけどあるそうです。これ結構あの暇つぶしにいいかもしれないですね。はい、では塚本さんね、最後鳥ですけどお願いします。理工学部情報科学科4回の塚本です。僕がそのおすすめするサイトは桜塾っていう SNS なんですけども、これは、まあ、すごく平たく言うと就活に特化した SNS で、あの企業の方が運営してるんですけども、個人的に運営してるんですけども、まあ、その中でその他の SNS と比べて就活生ばかりがあの、まあ、集まってる SNS ですので、まあ、面接についてのテクニックであったりとか、まあ、エントリーシートの書き方っていうのとかをあの日記とかで紹介してくれてるっていうのがよくあって、まあ、例えば日記をこうやって見てみると、あのなんで働くんですかっていう質問があった時に自分のやったらどう考えるかっていうことを、まあ、そこでその質問をいろいろこうされた質問とかっていうのをこういう日記にいろいろ書いてあるので、自分やったらどういう答えをするかなっていうことを考えたりするときとかによく、まあ、生の声というか現場に直接行った人らが考えたことを日記に書いてたりするので、そういったことを考えるときによく使っております。はい、これ個人がやってるの、それか何人かの親父がこうわっとこうみんなに寄ってたかって投稿してるんですかね。メインであの運営してるのは一人の、まあ社会人の方なんですけど、タイトルは何ていうの、ごめんなさい、タイトルもう一度なんだろう、上の方で桜塾だそうですね。はい、まあ、学生があの他に運営してる人もいて、だからこの基本的なあの JavaScript とかそういったところのコード書いたりするのが学生なんです。で運営をしているのはあの、まあ、社会人の方っていう。はい、ありがとうございました。はい、すみません、ありがとう。はい、すみません、後から来てまだ発表しないっていう人いる？もう大体 OK ですね。はい、じゃあ皆さん、いろいろと面白い内容を発表していただきましてありがとうございました。また